2週間ぐらいこのままの状態で、乾燥させて紙粘土が縮むんですね。その引けた分を青いテープでかさ増ししてます。スペーサーですね。このジムは廃材を利用したね、木材です。木っていうのは歪むんですけど、それを補うために部材を太くしてやります。ここからが流体になりますね。まあ、うまくいくかいかないか分かんないですけど、ちょうどこんな感じで、まあ、こっち側が露出する形で、まあ、結構手作業が入ると思うんですけど、寸法がね、ここの寸法が大きいから、下は下でこの小さいですよ、ね、だからスカスカになるというような、2ミリぐらいスカスカになるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあとりあえず今回はこれがダブルアシストをつけました。ちょっと一回組み立ててみますね。初めて使うトリマーなんですが、回転もんって危ないんですね。で、慎重期して比較的単純な作業に徹するように安定化させました。なんかですか、多少このブレーキオイルだろう、まあ、それもそうだけど、こすって熱が入った時に磨かれるからね。初めて性能発信から言ったらいいんじゃねえんだよ、言ったら磨かないと。革ジャムそうワックス塗ったら1時間は磨く、手で磨くと革は柔らかくなる。それと同じ、この間このミツロウは固まっちゃってたんで、ヒートガンで溶かしました。ヒートガンで溶かせばね、元に戻ります。よいしょ、だいぶ伸ばすから、自家製のホース、角っていうのは湾曲してるんですね。上から順番にはつっていくわけなんですけども、この集塵器っていうのは奥の方は吸い取ってくれるんですけど、手前から行くともろに自分の方に向かって削りカスが飛んできます。タンパク質が燃えたような匂いしますのでね。でそれが嫌で、なるべく防御をすることで、まあ本来だったらこっちの方にも集塵器があるといいんですけども、まあ、そんな簡単にね、装備が間に合うかといったらそうでもないんで、こういう工夫しました。
ちなみに骨の粉末はですね、ドリル、トリマーで出たやつはすり鉢に入れてさらに細かくして、エポキシの接着剤と混ぜました。強度と、2倍を今回は使ってみた形になります。この状態はボディを回してエンドミルを下げている状況です。ちょっとね、打ち上がっちゃったんだ。気がずれたかな。感動してください。ビットが。ビットがね。音を取らないと、この調整ができないっていうのが、ちょっとなんていうかな。いや、これは不活だったな。ちょっとビットを伸ばしてみましたと。どこの装着はめんどくさい、めんどくさいけどしょうがないね。ちょっとこのせいで見えなかったってのもあるな。これどうかぶるかな。入ってるかな。ような気がするな。あ、貫通してます。知ってますか。これが紙のこれな。どうだろう、貫通してんのかな。紙粘土だよな、あれ。これは貫通してないと困っちゃう。意外に綺麗だな、覚えてんだけど貫通してないと困っちゃう。この方向では行ってんだけど、処理はどうなんでしょうか。貫通してないか。貫通してませんね。ここだから全部やる気じゃなきゃダメだね。これ全部動かさなくて。よいしょ。
タブレット貫通しました。今回の場合は画像にあるような型をあらかじめ露出して作って硬化させたことがいろんな強度を入れないシンプルな構造で、やれたっていうのが、成功だったかもしれません。結構つけも効いてるしいいんじゃない。さらばありがとう。こっちはこんな感じですね。こんな感じに仕上がりました。これだけ取っちゃうか。この間取ってまたやったからねえ。これを案の定はまらないけど、もうちょっとこれが動くんでね。だからこれがここまで欲しいって全体的に言うとこんな感じにしたい。こんな感じか。とりあえずリューターで折ってみるか。お察しの通り、バイスで掴んでる状態が非常に悪いですよね。まあ、それで、初めてやるので、鹿の角が割れないように、まあ、苦労してから始めた状態ですね。あとは手作業に入ります。いじりの部分をリューターで掘っていくんですけども、あらかじめ角に毛がいた鉛筆の跡をですね、リューターの長さを掘る量を決めておきまして、でそこにテーピングシャフトにテーピングをしてからその深さを決めながら掘っていきました。この時点ではポージングの際あからめて作ったツイストの部分の径と、あと絵尻に向かって指で掴む部分は細くなってるんですね。で上下の太さの割合が違うので、とりあえずナイフでいうとタングの上面の部分の開きを毛がいて削っていく作業をしています。そうでないと角のハンドルに収めることができない繊細な作業に入ってくる予定です。どのみち、ここの部分はパテ埋めしてしまうので、そう神経質にはならず、まあ、かといって大きく水を分けるようなことはしないように制作してきました。
どこからまた煮詰めていきます。磨きに入っていくんですけども、この番手は80番、150番、350番、600番、最高が1000番ぐらいですか。なるべく手に当たっても痛くない範囲で終わりにさせてます。ワイルド感をねなくしたくないので、あまり磨きをかけるというよりは、まあ、手で使ってツヤが出るっていう方向性で物事を考えてやってます。脱脂に入ります。で、私の場合はベンジンを使いました。アセトン系でもいいんですけども、まあ、そこまで落とすような内容ではないので、まあ、しかもコストも安いですし、その手とかもねだらつかないですから、ベンジンで拭きました。それとエポキシ樹脂の接着に入るんですけども、これもなるべく大量に作らないようにしてます。後々余ってもねもったいないだけですから。どのみちクランプで締め上げてその分出てきちゃいますのでね、エポキシの量は結構気を使って調整しながらやってます。いつになくべちゃべちゃ汗ってる。素人ですからね。圧着接着はですね、アウイのクリップグリップってやつを使っております。こいつがね締め上げる強度が高いんで、最後はこのアウイで締め上げて終了にします。パテの出入り台はですね、高稼働面に最適なんで、翌日捨てる場で乾くまで戻しておきます。やっぱりですね、鹿の角っていうのは風合いだとか雰囲気だとか手で触った感じだとか僕にはいいんですね。もちろん最新の素材もいいんですけど、水に濡れたりとか強度な衝撃を受けたとか、あと新しい感覚のテクスチャーがとかね、いいと思えるんですけども、なんか僕には馴染まない。小さな頃からね野山で育った僕には、まあ格好の素材だと思うんですよね、最新素材っていうのは。ステンレスとか、カイデックスとかだけど、1分の1の背丈の僕っていうのは、釘を潰して風呂場で釘を潰して鍛造してたみたいな、まあ、根っこみたいなね、僕にしかできないものを一番重要しなきゃいけないな、自分っていう自身っていうのを、自分ができる限界っていうのは人が作るものだけじゃなくて、自分が作ったらどうなるんだろうなっていう生き方そのものでもあるんですね。だから絵は木でいい、交換できるから。で、今回初めて鹿の角を使ったんですけども、面白い、非常に面白い。それには
そのバグリバー1本分ぐらい買うぐらいの投資はしましたけど、僕にとってはそっちの方がよっぽど貴重。うん、いろんなものができるから、もし僕のチャンネル見ていいなと思ったらいいねボタン押してください。日本人厳しいからね、少しでもいいと思ったらいいねください。そうすると僕もやる気が出る。で、自分の表現を皆様と共有したいと思います。ここは信在信普通のナイフで使いつつ、こういう小割りは何のことはないね。トラッカーでさえ身材のところがきついから。身材のところはなかなか割りにくいね。軽い300、400グラムぐらいだとね、一刀両断しにくいね。で、形状から包丁の方の形状の方に近いから、芯材あたりはちょっと苦しいかもしれない。重量で近いトラッカー、こんなね万能のねナイフないんだけど、これバックリバーでもきついじゃないかな。今回の巻き割りはより実践に近い土の上で巻き割り台を持ってってやりました。案の定やっぱり切りにくい、力を吸収されちゃうんだね。で、今回分かったんですけど、曲がったハンドル部を手のひらに収めるっていうデザインにしましたけど、衝撃が僕の手に伝わる、非常に痛いね。これはやばいっていうことで、この時点で包丁決定です。はい、ヒノキね、このハンドルの形状はでかいし、あとは重量はね、そもそもそんなにないからね。感覚的には同じぐらいの重量なんですけど、重量配分もいいし、あの使ったことない人間じゃないと分かんないけど、これほどあのクラフトに優秀なナイフはないや。使える人間にとっちゃ大変だよね。誰でも起きちゃった。
これは普通の、まあ、まあ軽量ナイフの厚いバージョンって感じですね、我が家では。位置づけで言ったらアーチのお兄ちゃん、位置づけだね。俺よく物知らないと言ってるから、うん、そうね。まあこうなるとね、薪じゃないでしょ、それの運なんじゃないんだけど、これがクッキングナイフですね。でこれでより、包丁に近づけるっていうことで、ロングノーズショートデッキを、ロングノーズの方の重量を減らす、包丁型に徹するっていう作業をします。振動の伝わりが厳しかったということで削ります。まあ、死活のはね、オフホワイトでなおかつ飴色になってくるかっこよさもある、そこがナイフのかっこよさだと思います。こんな軽さとフィット感がちょうどいい。よし、今日ではこれで終わり。こうやって見るとケース、コッパーロックのジグドボーンハンドルとか、あとコードスチール、トレイルマスタースタックとか、五十嵐さんの鹿角とか、結構ちょこちょことあったんですね。やっぱり思い出深い、ナイフのハンドルの形態として持っててよかったなと思う作品たちでした。